難品親父です本日のテーマは知りたい投資結果報告ということで毎週お送りしています私のいでこと投資信託優待株の損益の方をお伝えしたいと思いますえっとですねコロナ再燃ということでコロナ感染者数がです、ね、再び増加傾向ということで、ね、非常に日本経済ね先行き不透明ですが あの今後ねなるべくね皆さんに有益な情報を流していきたいと思いますので是非最後までご覧になってくださいそれではいってみましょう、えー、本日の目次ということで今週来週の株価についてちょこちょこ語りたいと思いますそれから私のいでこの損益評価利回りですね それから投資信託の損益評価利回りで、保有優待銘柄の損益評価利回りということでお伝えしていきます。それでは行ってみましょう。 今週の出来事ということで、コロナ再燃による再自粛ムードということで、東京都などでは、ね、約300人、日本全国では600人ということで、非常にね、推移が、ね、高くなっておりまして、これちょっと先行き不透明ですね、まあ、あのかかってもあまり重症化にはなってはいませんがね、あのやっぱり移ると良くないということで、あの自宅、 勤務ですね、これがまた来週から始まるというね情報も入ってきますしね、あの非常に先行き不透明です。それから2つ目ですね、業績悪化による減配解約リスクということで、ね、今週は目立って解約、減配のニュースは飛び込んできませんでしたが、えっ、ー、とですねやっぱり企業の決算が出てくれば来るほどですね、あまりいい 業績の企業というのはあの相対的に少ないですから、えこの先もね、減廃解約のリスクにはちょっとですね、アンテナを立てて、しっかりと情報をキャッチしていきたいところですね、それから対中激化による世界不安ということで、先週よりも若干落ち着いたかなというか、まあね、過激なニュースはなかったんですけども、それでもですね、えー、尖閣に、 船の方ですね、中国の方が出ているとかですね、あと、対中国産の,あの IT 系の、ね、企業に、企業のものを使わないとかね、まあ、そういうねあの、日米じゃなくて、米中ですね、米中貿易摩擦の可能性は非常に高いのかなと思います。 あとやっぱり一番大きいのはこの一番最後に書いたですね、GoTo キャンペーンの瞑想ということで、これはかなり皆さん振り回された方が多いんじゃないかなと思いますね。私も直接的に、ね、旅行になんかちょっととても行けない状況なので、関係ないかなとは思ってたんですけども、まあ、ネット上見るとですね、まあ、非常にこれ瞑想ぶりがうかがえますね。まあ 最初に東京・飛ばしということで、東京発着の旅行は、えー GoTo キャンペーンの対象にならないということで、これによるキャンセルも起きたということで、非常に旅行業界は非常にね、辛い目にやってるかなと思います。あとですね、と宴会を伴う旅行もやめてほしい。それから高齢者もやめてほしいということでね、その線引きもまた曖昧でね、 ちょっとこれはね、また観光庁、国土交通省の方ですね、がちょっと迷走ぶり、まあ、しっかりですね、あの、軸っていうんですか、なんていうんですかね、この、しっかりとした基盤を持って政策を進めないとですね、これ何回も同じことを繰り返してしまいますんで、ただ単に、えー、サイあのコロナの感染者数が増えたからといって、 買えるよううな政策でではちょっと困りますんでねもう観光業界、旅行業界の方、かなり振り回されて、え来週もこれはね大引きそうですけども、もうそもそもねやっぱりアンケートなんか見ると、8割の方が GoTo キャンペーンに反対ということでねえ、昨日もなんか署名運動でもう約9万人ぐらいの署名が集まっているみたいですけども、私もね個人的にこれがキャンペーンをやるって言った時点でね、あれれと思いましたね。 やっぱり、そんなお金があるんだったら、ですねあの医療関係者ですね、あとです、ね、もう直接そういうあの弱ってる業種にお金を配るっていう方の方が。 いいんじゃないかなと思いましたが、まあ、大体こんな時期に GoTo キャンペーンで旅行に行けるって人はね、なかなか少ないと思いますんでね、しかも富裕層の方、かなり多いんじゃないですかね、これ、一般庶民にはあんまり関係ないような感じがするのでね、またそういう旅行業界に対する利権も発生しているような気がしますんでね、これはぜひね、ちゃんと一度見直していただきたいと思います。それでは行ってみましょう。私の 今週の結果になります、えー、こちら楽天証券ですね。いつもおなじみ楽天証券のいでこの、えー、私の今週ね、金曜日の終値時点の結果となります、えー。これ2018年の3月から毎月2万3000円積み立てた結果です。えー、プラス4万7000円で、えー、利回りにしますと5.64%とね、えー、まずまず日経平均が落ちている。 割にはね、まずまずの数字ではないでしょうか。資産タイプ別評価損益ですね。こちらの方を見ても、ね、すべてプラス、久々に見ましたね、すべてプラスになっておりますね。やっぱり国国内株式外国株式式外はプラス の額も大きいですね逆を言うと、ですねリスクも高いということで、これね、コロナショックの時はは、ね、非常に大きいのマイナスになってましたのでえ、ちなみにコロナショックの時は、この運用利回りがマイナス11%までいきましたね。えなので、ね、皆さんも十分気をつけてね、まあ、気をつけてって言っても、まあ、これを始め,ては始めた方はですね、まあ 止めれないのでね、定年までは。なんとも言えないところなんですけども、リスクを控えたい方はですね、なるべくこの国内外国株式をやめていただいて、ターゲットイヤー、バランス型、定期預金、または債券ですね、こちらの方にした方がいいかと思います。現在の保有資産の割合はこのようになっております。で、掛け金額の配分も今こういうふうになっております、えー。私はやっぱり ハイリスクハイリターンでも、ね、過去の絵ですね、ハイリターンを望みますんで、国内株式、外国株式で約7割を占めるということでね、まあ、これは大きなマイナスにならなければいいかなという、まあ、半分貯金で、あのまあね、自分ではなかなか貯めれないんで、毎月2万3000円貯金しとって。 という気持ちでやっとるんで、まあ、これに対してはね、まあ、あんまりこだわってはいません。大きなマイナスにならなければいいかなということでね、まあ、見るのも楽しみかなと思って始めたやつなので、まあね、2年半続きましたが、まだまだ私、定年まで12年以上ありますんでね、えー、ぜひこれも毎週お伝えできればなと思います。それでは次行ってみましょう。えー、と、 とですね、こちらが投資信託の結果になります,、えっとですねえー。簡単に説明いたしますと、えー、最初500円で一口始めて、これ、ひふみプラスの方が2ヶ月目です、まだ。先月始めたばっかりです。で、こっちのね、下の方の米国株式の方をですね、こちらに限ってはまだ今月始めたばっかりで、投資金額も1000円です。なので、まだ始めて2ヶ月と、 1> 1ヶ月となりますで投資金額が2000円で,でプラスの63円ということでねどうなんですかね1000円で5%だと50円なので2000円だと。 100円あれば5%なんですけど、まあ、100円ないということは、半分だと2.5、まあ3%ぐらいなんですかね、利回りとしては。まあまあまあの掃除じゃないかなと思います。で、投資信託始めた理由としてはですね、まあやってみた、興味があったっていうのもあるんですけども、えー、楽天証券で、あのー、 投資信託をしますとね、あの、楽天市場での買い物がプラス1倍になるということで、SPU っていうのがありましてね、ポイントアッププログラムっていうのがありまして、で、ただし条件がありまして、500円以上、なおかつ1ポイント以上のポイントを使って投資信託をするっていうのでねで、楽天証券にはそういう条件がありまして、私それを欲しいがために始めた、 投資信託になります。で、最初500円で始めたんですけども、えー、っとですね、まあちょっと500円じゃ寂しいなということで、追加で500円やろうと思ったんですけど、まあちょっと寂しいかなと思って1000円で、だから毎月今1500円の掛け,け金になってますね。 なので、来月は3,500円の掛け費になる予定であります。これもね、毎月買えれますんで、これもね、気軽に皆さん始めてみてはいかがでしょうかね。500円から始めれるというかね、ポイントアッププログラムに対象となるのは500円以上ですけども、確かね、100円からでもやれた気がしますんでね、あのー、ぜひね、皆さんやってみてください。で、次行ってみましょう。で、こちらが私の、えー 保有株式の、えー、損益評価額になります。全、えー、月比マイナス11万ということでね、ちょっと厳しい数値ですね、これ。まあでもこれはね、長期保有、優待銘柄を中心に、優待銘柄中心にというか、ほぼ100%優待目的で買っている株価なので、まあね先週、今週とね、大幅に下落しましたんで、まあ、ここはいい 今ね、実現損益って書いてあるんで、多少やっちゃったんですけども、売り買いを今は全くしておりませんので、まあ、ここは当分、変わらないかと思います。 まあねタマホームさんとかギグワークスエディオンとまあいろいろですね2三3 0種類ぐらい持ってますかね今なのでねまあここはいかし仕方ないところかなと思いますまた、あ、ねこの保有商品の個別のねあのー、ところもねぜひ一回 まとめてね、皆さんにご紹介できれば,かなできればいいかなと思います。まあ、楽天証券、非常に見やすくてね、これはパソコンからの画面なんですけども、スマートフォンでもね、非常に見やすいのでね、あと手数料の安さね、まあ、SBI か略。 楽天かって今言われてますけども、私、ちょっと SBI の方は、口座は持ってるんですけども、やっぱ私はヘビー楽天ユーザーということでね、楽天で買い物、楽天銀行も使っておりますし、カードも楽天なので、楽天証券で始めたっていう経緯もありましてね、まあ、楽天証券に慣れてるっていうところもあるかもしれませんがね、まあ、ネット上を見てもですね、 SBI か楽天が今ちょっと人気のようです。え皆さんね楽あの、講座を開く分にはただ無料ですので、一度ね、ぜひ講座解説してね、講座解説すると何がいいかと言いますと、そちらの方からメールマガジンとかですね、情報をただで見れるっていうところがいいかと思いますのでね、私も5つほど証券講座実は持ってまして、 楽天証券以外に入れると1つぐらいですね。しかし本実際の取引をしているのはもう楽天証券だけです。あと岡三証券、SBI 証券とかね、あのいろいろあるんですけども、そちらはもう情報収集しか使ってません。なのでね、あの皆さん気軽に。 証券講座ねね開いいててみてはかかがでしょうかあと、ね、私の戦略としては、ま、このラクラップっていうのはですね、こちらちょっと気になってますんで、ちょっとね、こちらをね、やってみたいかなと思います。ラクラップ、投信はですね、まあの、いつ、どんな時でもですね、大体やれて、ま、すぐ解約もできるということなのでね、こちらの方もちょっとね、やれたらいいなと思ってます。 あとです、ねまあ、さっき一番最初にあのお伝えした確定拠出年金、いでこですね、こちらだけはです、ね、始めたら定年まではやめれません。 やめれませんというか、基本的に解約はできませんのでこちらだけはね、皆さん慎重にあの始めないといけないかなと思いますが他に関してはですね、えすぐにやめれたり、ね、すぐに始めれますんでね楽あの、証券口座だけ持っていればね、やれますんでね、その辺、参考にしていただければと思います。 それでは次行ってみますえ来週の値、ね、動きについてということで、一番目ですね、好材料がないということで、私ね、先週に引き続き、今週もかなりニュース、日経新聞ですね、あとネットを見たんですけども、好、ね、業績っていうところもね、もう、尽くしてですね。まあ 5G 関係、IT 関係は相変わらずね、あのーまあ、業績を伸ばしておるところなんですけども、それ以外に関してはです、ね、あまりニュースね、なかったですね、残念ながら。ただです、ね、製造業の方が若 間ですね持ち直してきて、ですね、えー、生産体制の方も戻ってきて、ですね、まあ、日銀が発表したところによると、もう先週の初めにもうそこは打ったということなんですけれども、一番あの勘違いしちゃいけないのはです、ね、日銀がそこを打ったっていうのは景気判断であって、ですね株価とは全く関係ないのでね、ね株価もそこを打ったって勘違いしやすいんですけれども、日銀がそこを打ったっていうのは実態 経済ののの方方なのでしかも日銀の簡単に言うと、搬送なので、あのですねそこは、ね、株価と比較というかひ、比較して考えるとですねちょっと痛い目にありますんでね、ね日銀があの底を打ったっていうの株価の底を打ったとっいうことではないということをね勘違いしないようにしていただきたいと思います。まあ,あと、口材料がないということで、あの 2番目に上げてますけども、業種別の見極めということで、最近あの言ったですね、リモートワークとかですね、あとは、まあ、パソコン関係ですね、こちらは比較的安定して伸ばしているのかなと思います。あとですね、まあ、飲食。 飲食といっても、ですねあの日清食品とかね、あるいう普通の日用品で食べる、家庭で食べられる食事の関係ですね、こちらも安定しているのかなと思います。あとサンドラッグとか、杉薬局ですね、松本清とか、あのそういうねドラッグ関係ですね、こちらの方も、ま、安定していて、ですねあとホームセンター関係ですね、こちらもあのコロナ 中もですね営業できたということで、えー、行く先をなくした皆さんがですねそちらの方に行ってですね、えー、消費したということで、えー、コロナの影響も少ないということでね、なかなかの業績を、えー、出しておりますね。逆を言うと、それ以外ですね、それ以外が全くダメでして、まあ、製造業 でも一概に1つくくりにはできないんですけどもね、私なんか車関係なんですけども、車関係、c 5、6はもうほとんど死んでましたんで、うちの会社もね、もう7割減、8割減ということでね、もう開店休業中で、一時は週休5日ぐらいになっちゃいましたね、もう5月なんてもう目も当てれなくてね、ゴールデンウィークが1ヶ月半、2ヶ月あったっていう人によって、 ではね、会社の中でもかなり何て言うんですかねあの非常に開きがありましてこちらの、ね、トヨタ向けは良かったんですけども三菱系はダメとかね中国向けは良かった。 だけどもアメリカ向けは死んでいるとかね、まあ、かなり車業界1つとってもですね、なかなかの差が出ているということで、非常に、ね、この業種別の見極め、細かく見ていく必要があるかなと思います。で、これを見ていきますとね、やっぱり観光業、旅行業界はですね、先ほど、GoTo キャンペーンで話した通りですね、この先もですね、非常に 非常に厳しい、もうワクチンができるまでは非常に厳しいかと思います。あとですね、旅行関係で関係するとです、ね、このそれに伴ってお土産関係ですね、え観光地ですね、こちらも,もう全滅という感じにがいたしますね。えっと、それから夜の商売といったらちょっと語弊がありますが、今夜の マッチですねそれに伴ってあの打撃を受けたのが朝日ビールですね。朝日ビールドは、えー、ナンバーワンのシェアをもしながらね、えー、外食産業に非常にシェアが高いもんですから、外食に皆さんが行かない、お店が開かないということでね、板手を被ったとっいうこともありますんで、そういうところも見ていくと面白いかと思います。あとねねねもももうう外食産業、ね、もうこれもです、ね あの前年比100%超えは厳しいのかなと、やはり、自粛はしてないけども、やはり皆さんに控えるようにはするので、なかなかね、好業績というところまではいかないかな、半分以上戻ってきているという情報もありますが、なかなかね、やっぱりコロナのワクチンがこちらもできるまでは、観光業ほどではないですけども、かなり厳しいのかなと。 思いますしかしね、私も昨日吉野家とか行きましたが、お客さんはね、普通には来てますね、まあ、愛知県に限ったことかもしれませんが、普通に来てましたね、で驚いたことにね、昨日私、お昼行ったんですけども、全然ね、マスクしてる人いないんですよね。 まあ店に入ったから撮ったのかもしれませんが、まあ、店員さんぐらいで、あとはしてる人見なかったですね、その辺がねちょっと東京とかね、いっぱい出てるところの差をちょっと感じたところかなと思います。しかしなががならね私昨日12時過ぎに行ったんですけど街が出て 街でしたね、あの吉野家さんは。で、帰りにすき家の前も通ったりしたんですけども、さすがにね、あのお昼時とあってね、いっぱいでしたね。あと、帰り道、夕方ですね。まあ、ちょっとちらほら、覗いてみたんですけども、ちょっとね、やっぱ、回転寿司のね、スシローさんとか、くら司さんもちょっと通ってみたんですけども、やっぱりね、いつもよりは少ないかな。 っていう感じがしましまあとね、焼肉屋さんとかね、金曜の夜とかね、あの非常に居酒屋さんとか流行ってたんですけども、やっぱり寂しい感じはしましたね、駐車場を見ると。まあ、愛知県はね結構、駐車場が広いお店が多いんですけども、駐車場でなので、あのお客さんがすぐ分かるんですけども、やっぱり駐車場を見るとでね、かなり寂しい感じがしましたんでね。 この業種別の見極めということでね。非常にここ大事かと思います。それから、最後に情報収集の徹底ということでね。先ほど挙げた業種別の見極めということこでね。これに関してはね。情報収集の徹底ということで。まあ、新聞。 テレビ、それからですね、雑誌、それからインターネットですね。こちらの方をぜひね、活用していただいて、ぜひね、情報収集はあのいつでもできますんでねあの、スマホでもできますんで、徹底していただいてね、えー、有事に備えるということで、ぜひね、あのこ,こ,ここだけはね、毎日か欠かさずしたいものですね。あとですね、まあ、暇だ たねあの車で出かけてですね、いろんな店を見てみるっていうのもね、別に入らなくてもね、情報収集っていうのはできますんでね、あのお客さんが入ってるか入ってないかとかね、車の感じとかですね、店舗ちょっと覗いてみるとね、わかりますんでね。あとね、自分家の前ですね、とかちょっと一歩 もの大通りに出ると、ですね散歩なんかしてますとね、車の通りですよね、私もね、ちょっと、角地で、角地に住んでるんですけども、車の通りがですね、あの特にですね日曜の夜ですね、日曜の夕方から夜にかけてが、もう3月からガクンと減りましたね、それでですね、私も日曜の夕方から夜、 玄関でタバコ吸ってるんですけども、車がビュンビュン通るんですけども、それが明らかに減ってますんでね、で7月に入って自粛が取れた時にですね、戻ってくるかなと思ったんですけども、まっ、あ、く通らない時に比べたら通るようにはなったんですけども、やっぱ やっぱり寂しい感じでしたね。で、今日もね、午前中、ちょっと見てたんですけども、9時、10時ぐらいにスーパーに出かける方の車とかね、見てたんですけども、やっぱりね、それでもやっぱり減ってるなっていうのは、身をもって体験しましたね。で、今日ですね、お昼、実はココイチに行ってきたんですけども、ココイチは説教でしたね、今日のお昼は。今日のお昼だけかもしれませんが、まあ、天気も良かったんでね、今日晴れまして、愛知県、今日 あの午前中、雨は降ってたんですけども、も9時か10時ぐらいには,はあのあ上がりましてねで、お昼、ココイチに、ね、ちょっと行ってきたんですけども、ココイチね、大盛況でしたね、ま、待ちましたね、私、なのでね、まあ、そういう生の情報もね、仕入れると大変面白いかと思いますんでね、皆さんね、ぜひ情報収集。 いろんな情報収集の仕方とかね、ありましたら、ぜひコメントいただきたいと思います。本日は以上となります。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね、えー、いいねボタン。 コメントですね。あと株に関するちょっとしたミニ知識ですね。こちらいただけるとぜひ、あの、それを取り上げたりね、ご紹介したり、私の役に立つかと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。南ン,ンオヤジでした。